400試合出場のセレモニーが開催されています。いや梶さん、400試合というのはすごいですよね。いやそうですね、 J1 だけでですからね、はい、非常にもうこう積み上げてきた努力っていうところは非常に評価高いですよね、400っていうのは。そうですよね。そしてお祭り男と自称するだけあって古巣浦和戦で同点ゴールを決めるあたり、いや本当にね、何かこう持ってるなという感じはします。まあ、今日のゲームでも牧野選手の一挙手一投足は本当に楽しみではあります。牧野選手おめでとうございます。